5 day。 でも来週のって、来週のその竹取すったもんだ祭りみたいなのがあるって言っとったから、セブンデイではなさそうだな。来週末って言っとったもんな。だからだいぶ先やもんな。まどろみから目覚め、目を開けるとそこは小屋ではなく、ようやく見慣れてきた僕の部屋だった。夢か。誰かへ投げかけるかのように一人つぶやく。すぐに霞んでいってしまう。けれど、妙なリアリティがある。そんな不思議な夢だった。まるで僕が体験した現実かのような、そんな感覚。けれど、その夢では僕は僕ではなく私だった。僕は昔よくそんな夢を見ていたことを思い出す。本当に久しぶりだな、この感覚。確か子供の頃はよく見ていたけれど、いつしか、そう、この村を離れてから見なくなった夢だ。もしかすると、この村にいた彼女の記憶が、その人生が何かを通じて僕に流れ込んできているのだろうか。なんてね。自分で考えておきながら、さすがに馬鹿げた話だと鼻で笑ってしまう。いくらリアリティがあろうとも、夢は夢だ。もしかしたら、僕の潜在的な分、女性化願望が、夢となって現れたのかもしれない。そんなのがあるんか。そんな欲求はないつもりなんだけどな。この童顔で女みたいだとバカにされた苦い、この童顔で女みたいだとバカにされた苦い記憶はあれど、それが良かったと思ったことはあまりない。僕だってできることならもっと男らしい顔つきに生まれたかったと思っているのだから。まあ、容姿には恵まれている方だから、そこまでの贅沢を言えば罰が当たるというものだ。誰にだって容姿や体型に悩みの一つや二つあるだろう。僕は青く見える隣の芝生に対抗して、我が芝生の良さに感謝しつつ起き上がる。今日も一日頑張りますか。眠気を吹き飛ばすようにそう叫ぶと、僕はいそいそと着替えを済ませて自分の部屋を飛び出すのだった。竹取公園へ遊びに行った日から早数日。ファイブデイじゃないやん。ファイブデイじゃないやん。そしたらおもろ。あの日以来、よりタケルたちと仲良くなった僕は、ついつい楽しい日々を堪能してしまい、現在に至る。ようやく新しい友達との日々にも慣れ、それが日常になりつつあった。しかし僕がこの村に帰ってきたのは、母の死の謎について調べるという目的があるのを忘れてはいけない。そう思い、僕は放課後の遊びの誘いの誘惑を振り切って、こうして一人再び図書館へと足を運んだのだ。確かこの辺だったような、確かこの辺だったよね。以前発見した過去の事件などをまとめた新聞が置いてある棚を探して、うろちょろと動き回る。先ほど父さんの元を訪ねたものの、留守で不発に終わり、ならばと思いやってきたのだが、相変わらずこの量はすごいな。それっぽい本も大量にあるというのに、新聞だけでもかなりの種類、分量があった。
同じ日の記事であっても新聞によって取り上げ方も違うし、比較することで見えてくる違和感もある。そう思い、母さんの死の前後の日付の新聞から始まり、徐々に過去や未来の記事を探していくつもりだ。死亡だけでなく、行方不明者などの記載も逃さずに確認し、特徴が母と一致しないか、または何らかの関係がないかなど注意深く見ていくと、新聞の一部にも時間がかかる。あとは過去の未解決事件や犯罪、失踪者などをまとめた本なども気になってくるし、念のために確認したい。そう、やはり一日やそこらではとても手に負えない情報量。ましてやそれは載ってるかもわからない母の情報を探ろうというのだから、雲をつかむような話だろう。我ながら無駄なことをしている気がしてきた。やはりどうにか重い父さんの愚痴を割ることに注力するべきかもしれない、などと考えていると、なんだそれ、古い新聞なんか読んで楽しいのか？ワケルだ。わあ、唐突に見知った人物に声をかけられて、僕は思わず飛び上がりそうになってしまう。図書館では静かにしなさいよね。確かに。やっほー、その私は止めたんだけどね、来ちゃった。どうやら隠れて女に会いに来ていたってわけじゃなさそうだな。みんな、タケルの後ろからゾロゾロと学校で見慣れた顔ぶれがかぐやを引き連れてやってくる。どうやら僕の後をこっそりとつけてきたみたいだった。それで俺たちに隠れて何をやってるんだ？ちょっと調べたいことがあってさ。なんだよ水臭いな、なんかあんなら遠慮なく俺たちを頼ってくれよな。そういうことよ。さっさと終わらせればいつも通り遊べるんでしょ？何か困ってるなら助けになりたいなーなんて。私も助けるよ。開ける、みんな。一人でいることが多かった僕はあまり慣れてない友達からの気遣いに感激してしまう。ここまで心配されてしまったのであれば、この提案を突っぱねるわけにはいかないというものだ。いや、隠していたわけじゃないんだけど、あまり大っぴらに吹聴するようなことじゃないからさ。実は母さんのことについて調べてるんだ。は？あかりさんのこと？うん、数年前に死んだって聞かされてるんだけどさ、それ以上のことは何も教えてくれないんだ。怨念の線はない、怨恨か。怨恨の線はないと思っているんだけど、もしかしたら殺されたのか、生きてるけど行方不明なのか。何か手がかりになりそうな事故や事件がないかを調べてるんだ。政治家。なるほどな。それが、お前が戻ってきた理由か。そんな大げさなもんじゃないんだけどさ、まあ戻るきっかけであったことは否定しないよ。あ、なんかそのごめん。いや、いいんだ。みんな僕のことを心配して尾行してきてくれたんだろうし。まあただの僕の自己満足というか、多分きっとまだ母さんの死を認められていないんだよね。そう、僕はずっと母が死んだという実感が湧かず、気持ちの整理がつかないままの日々を過ごしていた。もちろん時間が経っているから引きずっているわけではない。
しかしそれでもやはり心の奥底では複雑な気持ちが渦巻いているのだ。僕はきっとお母さんと決別するためにその心の整理をしたいから何かしていたいだけなんだ。わかるよ。理屈じゃなく、お前にとってこれは必要なことなんだろう。うん。いわば儀式みたいなものだな。お前自身が納得したいんだろう。まさにそうだね。みんなに話していて初めて自分の気持ちが分かったけど、多分この行動に大きな意味なんてなくって、ただ自分の手で母さんのことを調べて納得したかったんだと思う。そっか。うん、そうだよね。私もきっと急にお母さんがいなくなっちゃったらやっぱり探さないと納得しないと思うもん。ああ、それならよくわかるな。俺もきっと探すな。まあそうかもね。僕の複雑な気持ちにおのおのが理解を示してくれる。話しているうちに僕もまた自分の本当の気持ちに気がついた。そう、これはきっと自分が前に進むための儀式であり、母の死を受け入れ納得するための一歩だ。ああ、ごめん。わかりづらかったね。つまり僕はいなくなった母さんにつながる情報を昔の事件とか事故を調べることで見つけようとしてるんだ。話についてこれず戸惑っていたかぐやに改めて僕の行動、目的と行動を説明する。そうだね、かぐやにわかりやすく言うなら、ほら、探偵ごっこかな。おー、僕の例えが良かったのが、ピコンと頭上にある豆電球を光らせ、面白そうに瞳を輝かせるかぐや。図書館で静かにせえ。急に面白そうになってきやがったな。ちょっと不謹慎でしょ。いや別に平気だよ。手伝ってくれるならそうした遊びのつもりでやる方が楽しいしね。それじゃあみんなで過去の新聞を調べて女性が巻き込まれた怪しい事件や事故を見つければいいんだよね。そうだね。少しでも引っかかるものがあれば全部片っ端から持ってきてくれると助かるよ。分かった。うひゃー、この中の新聞を全部一人で見るつもりだったのかよ。まあね、特に期限があるわけじゃないしさ。成長したかと思っていたけど、発想は昔のまま。奥手で不器用だな、政治は。悪かったね、ネクラで。なんだ、気にしてるのか。そりゃするでしょ。気にするな、言ったろ、成長したと思ってるって。まあ好意的に受け取っておくよ。それじゃみんなで手分けして聖司のお母さんの手がかりを見つけましょう。ああ、了解。頑張る。私も。おおと腕を振り上げ、みんなやる気満々の様子で僕の手伝いをしてくれるようだ。よーし。そんな行為に触れて気合を入れ直した僕も改めて眼前に広がる新聞の山へ手をつけるのだった。みんなが協力してくれてから小1時間。最初はあれこれと真面目にいろいろと新聞を漁ってくれていた面々も集中力が続かなかったのだろう。各々が探索と言いつつ、
思い思いの本を読んでいたり、新聞のどうでもいい記事に夢中になったりと、様々な暇つぶしを堪能していた。無理もないというか、あくまで僕の自己満足のための操作なのだから、それ自体にさほど問題はない。それでも僕のためにこうして一緒の時間を過ごしてくれるだけで、なんとなく嬉しかった。で、真面目に探してくれるのは、ミーナとカグヤの二人だけか。アンゾは懐かしい子供向けの漫画を読み漁り、タケルは新聞に載っている4コマに夢中。リョウスケは僕自身が行動することに意味があると小説を読んでいる。やはり僕の母を実際に知っているのはミーナだけなので、情報不足なのも大きな要因の一つなのだろう。逆に母を知っているミーナは未だに一人真面目に新聞を取り分けてくれている。一方のかぐやはやる気だけは一番あるのだが、やはり何をしていいのかいまいちわからない様子だった。ここはかぐやにも何か具体的な指示を出してあげるべきかもしれない。よし、かぐや、持て余してるみたいだから、君は探偵である僕の助手に任命しよう。助手？いわゆるワトソン君ってやつだね。名探偵には優秀な助手がつきものなんだ。ワトソン君？私、女の子だよ。確かに、くんづけはちょっとかわいそうかな。名探偵ごっこをするのに助手であるかぐやの呼び名をどうするか僕はしばし考える。よし。かぐやは今からヤスだ。この間通じんやろ。ポートビア連続殺人事件。もう歴史は2週くらいしとるぞ。うん、わかった。特にミステリーを読まない僕が知っている助手などワトソンとヤスくらいなので、消去法のネーミングでかぐやの役はヤスに決定する。ヤスも可愛らしいネーミングではないのだが、本人は気にしていないようなのでよしとする。それじゃあヤス、僕のことはボスと呼ぶように。はい、ボス。一気に探偵ものではない何かになった気がするけど、気にしたら負けかもしれない。それで私は何をすればいいの？そうだね。竹取の名探偵と言われた僕でも、今回の謎は極めて難解と言わざるを得ないね。なんせ、犯人は愚か、そもそも事件なのかもわからず、証拠も根拠も何も存在しないのだ。どんな名探偵であろうとも、解くべき謎が何なのかわからなければ、お手上げというものだろう。それでも全ての真実を解き明かせる存在がいるとすれば、それはもはや人間ではなく神様と言っていい。名探偵でも犯人がわからないの？いや、わかる。もちろんわかる。誰誰？そりゃあ犯人はヤスだよ。ヤス？あ、犯人といえばヤス。これは必然だね。かつてあったユートピアだかポートランドだかの連続殺人事件の真犯人だったことで、世界一有名になった人物の名が確かヤスだったはずだ。それ以降、ミステリーものの犯人のネタバレを避けたり、犯人の仮名としてヤスと呼ぶなんてマナー的な流れが一部の間で生まれたとかなんとか。あれ？でも私もヤスだよ。これだと助手の私が犯人になっちゃうよ。ああ、そうか。あまりに偏った貧しい推理知識のせいで早くも破綻が起きつつある。かぐやの前で名探偵を名乗った手前、これではメンツが丸つぶれになりかねない。どうにか、強引に優秀な名探偵に戻らなければ。ボス、名探偵なんじゃなかったの？名探偵である僕を疑うのか？僕が犯人はヤスと言ったらヤスなんだ。探偵ごっこをするために名探偵を名乗った以上、その威厳を保つために僕は前言を撤回できず、意地でも強引に優秀さをアピールする。お前自身も多分暇になっとんやろな。
ちょっと暇になっとるんやろうな、政治自身も。とにかく犯人はヤスなんだ。結果にコミットすれば問題ない。全てはヤスになるんだ。わけわかんないよ。いいかい、かぐや。探偵ミステリーごっこをする上で一番のタブーは何かわかる？それはズバリ心ない犯人のネタバレだよ。ネタバレ？この前ここにあるミステリー小説を借りたんだけど、犯人が出てきた時、赤丸で犯人とわざわざ書いている輩がいてね、あれは重罪だよ。残念すぎた僕はこれ以上の犠牲者を出さないように、他の人物の場所にも同様のいたずらをすることで多少カムフラージュをして、返却しておいた。落書き自体は悪だが、犯人バレというさらなる悪に対抗すべく行った必要悪なのだ。うん。とにかくかぐやは人より先に真相に気づいた時には無差別にそいつを撒き散らさないようにしよう。なんで？やっぱなんか女語る時以外はこいつなんか言葉が拙いよな。うん。なんだろう。相手のレベルになって話してないというか、自分が話したいことを話しとるというか。そりゃあほりゃ、ん？そりゃあほら、もし犯人が最初に聞いてしまえば口封じに襲われるかもしれないし、名探偵より先に真相を公表するのは死亡フラグだからね。よくわかんないけど、わかったよ。それじゃあ。何か分かったらお兄ちゃんにだけこっそり教えればいいんだね。そうだね、その方向で行こう。なんだか手柄を独り占めするみたいな流れになったけど、そもそも今回のことに限っては僕が真相を知りたくて始めるのだから問題はないだろう。とにもかくにもこれで自称名探偵と、多少犯人の助手と、いうデコボココンビが誕生したのだ。お兄ちゃん、ボス、それじゃあこれの犯人って誰なの？10代および20代ないしは30代40代、また50代から60代の男性もしくは女性の犯行だよ。おお、ほんとだ。名探偵ごっこが長く続けられるほどの知能がないせいで、もはや風前の灯火な気がするけど、かぐやを相手にならかなり適当でもごまかせそうだ。とはいえ、いつまでもこうして二人で遊んでいるわけにもいかない。僕は気を取り直して真面目に調べ物をするべく軽く咳払いをし、かぐやへ指示を出すため口を開く。それじゃあかぐや、君にはこの三段目の新聞を担当してもらう。女性が巻き込まれた事件で、沖縄という名字があるか身元不明か、その2点のどちらかを満たしている新聞全部を僕の元に持ってきてくれたまえ。はーい。あ、その他にもなんか違和感があると思ったものはどんどん持ってきていいよ。一緒に謎解きをしよう。僕に指示を出され、ミーナの真似をしてビシッと敬礼のポーズをすると、かぐやは意気揚々と本棚へと突撃していく。僕もまた脱線してしまった分を取り戻すべく、一人再び怪しい事件がないかの調べ物を再開しようと手を伸ばした、その時だった。なんや、また来たんか。こいつに頼めばいいんだって。一番こいつが分かっとるやん。